ピエコ軍団番号123目指せゴッドだ。オンオンオン。いやマリブお前やめろよお前そんなの、ね、リーダーにやめてマリブ本当にさっきもほっぺたたたいたけどさ木村巨拓と塾長が助っ人とタッグを組みパチスロで対戦し勝敗を競うスロモンタッグ。今回は魚拓、塾長、マリブが琵琶湖軍団として奮闘します。実戦ルールは完全自腹のサマイ対決。実戦時間は7時間一本勝負とし延長戦もあり、その他は収録ホールのルールに従って立ち回ります。スロモンタッグ。今回の収録ホールは千葉県茂原市にあるパーラーアップル茂原店。営業時間は10時から22時45分。設置台数はパチンコ400台、パチスロ240台。前代無制限制で出玉の共有移動は OK となっております。パーラーアップル茂原店では新台から人気機種まで幅広いラインナップでお客様をお出迎え。詳しい内容は当店ホームページをご覧ください。琵琶湖を筆頭に魚拓、塾長、マリブの4人からなる琵琶湖軍団。4人でハーレスに挑むも今のところは敗戦が濃厚。しかしゴッド揃いで大勝利も夢じゃない中、琵琶湖のお金で4人は奮闘中。果たして勝利はつかめるのか。やばいですね、当たってないの俺だけですね。すごい風当たりが強くなりそうですね。琵琶湖軍団の中で唯一大当たりを引けていない魚拓。出るぞ青。右上がりダメ。残念。右上がりだけど一万セーダーだったね。一万セーダー。今回がハーレス初打ちの琵琶湖はゴッドゲームからスタート。そしてマリブは235枚獲得でゴッドゲーム終了。あら、俺のコインを取るんじゃねえよ。まもなく持ちコインが飲まれてしまう塾長。こちらは魚拓。怒られる。危ない。気づいた。大丈夫。僕見てましたからね。ペナルティーでゴッド。マリブにバッチリ見られていた魚拓。いや、何も見てないですよ。どうした？遅れた。何やねん。遅れらしいです。遅れた。まず左押してください。左、赤い方狙って。あらあああああ、チャンス。次、大チャンスです。挟んでもいいし、中でもいいし。何狙ったらいいの？まあ、中は適当で。これは、あ、分かった、思い出した。7が止まれば、ゴッドなんだよね。はい。これ胴上げだね、来たら。押し順ミスしてましたよ今あの人。
バカ言っといて。ペナルティブブーって言ってましたよさっき。ちゃんと押してよ。バカって言ったバカって。なんだ。ゴッドゾロイとはいかず、そして琵琶湖のために塾長は飲み物を買いに。確かもじゃもじゃホット、もじゃもじゃホットでしょ。うん、3、4、よし。あ、あらす、ホット、ホットだよね、ホット。ブラック、ブラック、はい、ブラックね。ありがとうございます。俺ブラック。ありがとう。520円。1234、1234、520円。なんだよ、お母さん520円。側近で今もらう、あの兵隊だから買いに行っただけなんだよ俺。買いに行っただけなんで520円。ちょうどなんかおかしいと思ったんだよな。 ありがとうございます。領収書はいいですか。いらないよ。おかしくない。まあ、マリブはさ後輩だけどさ、こっちさ先輩じゃん。なんだとこの番組も、もう二度と出ないよ。うまいね、人に送ってもらったコーヒーはね。いつもほら買ってばっかだからさ、人に送ってもらったコーヒーうまいわやっぱ。同業者ならなおさらだねこれね。地獄名。名外生か。その前に俺こういうのが。まあ地獄名、これ名会に、名会って、なかなか行かないんですよ。で、しかもすごい落ちるんですよ。ただ名会で当たると、有効だからわーって、例えばたまにいるでしょ、10連とかしてる人、あれは大体メーカーに当たってるんですよ。でメーカー中は、メーカー滞在中は意外と弱いチャンス役でも当たります。なんで結構今勝負。魚拓メーカーモードで当てられるか。完全に地獄目。8484484。ここ本当重要。ちょっともう完全に目返して今。やばい。波紋雷、次炎が出たら、あーこっちか。これだけ続けざまに出るともう間違いないですね。はっきりした数値は分かんないですけど、もう結構すぐ落ちるんで、もう怪しいぐらいですよ。2回目の謎当たりを。6や6。いや俺が消化してやろうな。よりによって。もういいですか。お前いいですか。よりによってまだいつでも当てれないよこの人。いいですか。俺がミスやろ。
ガッポンじゃねえからなんだよそれなんだよそれ普通じゃんね犬しか出ないねなんとかつないで来たるべき時を待ちたいと思います。こうやって耐えてればね、いつか勝負の方来ると思うんで。マリブ追加投資1000円でゴッドゲーム突入。いい台だったらあれまだ揃ってる。いい台だったら。ということで琵琶湖は隣の角台へ移動。結局今2万1000円使いました。400のヘルトン消化してで。メーカーもおそらくもう落ちたんで移動します。魚拓はどこに移動するのか。ハイエナしてやろうと思って琵琶湖が座っていた台へ移動ハイエナしてやろうよ。すると琵琶湖は中段キナナからプルートステージへ移行。ステージからスタートと上乗せのチャンスとなった琵琶湖。これ一つだけ気になるんですけど、こいつ腕はつけすぎじゃないですか。腕はつけすぎじゃないですか。見てくださいあれ、まあ、重いだろうっていう、ね、筋トレしてくるのお前ってなんですよ。何本つけ80本ぐらいつけてますよ。ここに乗っていくから。あーチャンス。あーここでも乗んないんだ。お弱い弱い。ダメなんだって。俺が悪いんじゃない。あんなチャンスは聞いて乗らないって。多分筋トレしてるんですね。ほんと行きましょう。多分試合何を引いたらいいのよ。はいはい、ゴッド。試合があるの。試合試合いやあるある。あるないない。これ筋トレだろ。これは買ってもらったんです。いや多すぎて。 なんでこんなたくさんしてんの。たくさんじゃないじゃん。2本じゃん。
決勝だから。ああ、セゲーズ、セゲーズ。まあ、俺らゴミしか見えないですけど、まあまあ、本人喜んじゃいいんですよ。ねえ。こちらは現金遊戯中の塾長。何これいきなり当たるのって何これ通常ですか？通常時だと、まあ、普通の当たりです。あ紫なの6000分の1。マジで6000分の1。犬通常時だと、犬もあります。 AT 中だと犬はないです。6000分の1。なんか犬50見せてください。犬50 犬50見たいよね。あれをさ、犬が出てる時にやってほしいよな。うまいんだよ。軍団長琵琶湖、今回は何ゲーム獲得できるか。よし、やってやろうじゃないか。よいしょ。弱いな。うまい、うまい、うまい、うまい。もうやだ、帰るよ。うまい、なかなかできることじゃないですよ。知ってるよ、わざとだろ。わざとなわけないじゃん、私のおかげなんだからさ。そうですか、そうですか。頑張ってるよ、俺らって一回も当たってないじゃん。ねえ、なんだよこれ。塾長もハーデスステージからスタート。来ない。これやばいよ本当に。ものすごいこれ入ってるよ。これ設定超いいよ、状況。本当？いや、めちゃめちゃこんなんないないない。全体仕事レベルだよ。本当に言ってんの？いや、お前俺何回打ってると思ってんの？いや、本当朝こんな状況ない。じゃあ20万で済むかな？いやいやいや、すげえ勝つよ本当に。コントさえ引ければ。1だって勝てるよじゃあ。塾長、チャンス役を一度も引かないままハーデスステージを駆け抜ける。うわー、まいったなこれ。駆け抜けちった。あっけなかったね。こちらは持ちコインを飲まれ現金遊戯中のマリブ。このパターンになったら食い止めるのはもうゴッドか紫かハーデスか。レア役うんぬんで当たる気がしないですよね。530ゲームなんかちょっと悪いとこ出ちゃってますよね。だんだん自分のお金じゃないからいいやみたいな感じになりつつあるんですよ。自然と腰も重くなってきて今。このままだと天井行く気しかしないんですけど、
もう報告もしなくていいかなみたいな感じになっちゃってます今。ちょっとね、早くも軍団は崩壊してしまうのか。いやー参ったね。早く一回ぐらい当てなさいよ。俺だって頑張ってんだよ。打たなきゃ当たんないよ早く。ねえ、母さん怖い。俺意外と本気で立ち回ってんだけど全く当たんないんだよね。もう筋肉マンを取っか。筋肉マン。ありなら打ちたいっすね。筋肉マン打つ。筋肉マン、筋肉マン。覗くだけ覗いてみます。勝手に移動してるよ。あ、いいと思う。私カメだと思うんだ今日。やらないから誰も。カードゴットやらないから。カードゴット封印、封印。え、俺のお金じゃないから封印してる。あ、そうだった。今日でももうすでに多分みんなの今マイナスが10万超えてます。超えます。確実に超えてますね。じゃあもう大丈夫だって。じゃあもう大丈夫。稼いでんじゃん。もう10万か。早いな。お、お、365。1名。やっと当たったの？当たった。ふざけんなよって待てよ。ふざけんなよって言うけど、ゴッドってしたらこの人ですからね。そうですよね、そうですよね。ジョグラ禁止ね、僕らね。俺もハッピー打つ気満々だったんでしょ。俺もあのクランキーで中段に黒いの揃えてやろうと思ったけどさ。じゃあ姉子に今終始言いましょうか。簡単に、はい、はっきり言っときますよ。まあ塾長投資35,000円、はい、今50枚。下段に50枚。やばいっす。マリブ、はい、投資28、はい、獲得250枚、はい、私投資49 獲得700枚。ポジ切ってんじゃないよ。何枚持ってるのそれで。700枚あります、ね。ビアゴさん、アネゴは38で下座50枚。ということで、全員の投資が15万。
ざっくり 15? ざっくり 15? 出玉4に合わせて1050枚ってことはマイナス6450枚。今すぐ帰ろう。やばいな。10万負けならいいや、やばい、ね、10万負けならいい。だからもう帰ろう。俺別にお世辞抜きで言って状況いいっす。本当多分2月当たりは、うん、ほぼ偶数だね。俺のぐらいじゃない5は。もういいから、おじさんいいから。いや、何でおじさんいいから。でもキムさん言ったやつ全部当たったから、やっぱキムさんすげえや。いや、っていうか状況はいいっすよ。本当？だってみんな700ハマっても700とかでしょ。ハマって700いってないっす。稼働マジックじゃないの。いや、見てだって俺ら実際最大ハマりいくつよ。そう、ね、700とかでしょ。俺もそんなない、ない、ない、ない。一度あったらすぐスコーって出るからね。へー、本当本当に状況。あとやっぱ内側出てるね。カトじゃないですか。でも内側出てるね。言ってたもん、内側。言ってたのは誰でしたっけ。ゴーヤ、ゴーヤ言ってた。っていうかね、多分ね、そんな場所でない。全体的に気まぐれ。気まぐれっていうかいいと思う。だからあとはこれでしょ。だってそりゃそうだよ、全員犬なんだから。一個も犬以外出てきてねえじゃん。はいはいはい。犬以外の選択率はそんな少ないんですか。まあ、90% 犬です。あ、そうなんだ。普通のあたりは9割犬。へえー、よく知ってるね。だからゴッドいかないじゃん。そうだね。あとご褒美欲しいですね、ちょっと。だからゴッドいたらジュースなんだよ。じゃあご褒美、はい、ね、ゴッドいたらジュースじゃ足んないですね、もう。この状況だと違う、違うジュースやるよ。汚ねえな。それはもう今すぐでも回さないで、もう今すぐでどうぞ二人で。ね、塩ラーメンでも堪能してんだよ、たっぷり。俺らは悪くないよ、どの代も。何が悪い。引きでしょ。もしくは姉子。確か姉子。下げまんか。姉子がいけないんじゃないですか。なんで横切ってやっと当たっていっぱい150とか乗ったから私が悪くない。ね、俺これどうやって拾えばいいんですか、これ。いろいろダメなんですよ、こいつは。本当に。いろいろダメとか言ってんじゃねえよ。すいませんでした。4万9000円も来たってさ。謝っとけ、謝っとけ。なんで、てからやらなんで、そう、なんで、これご飯食べて、そして仕切り直しして。で、デザートいただいて、はい、そう、ね、やめてよ、あんま下ネタに関してはうまく返せないの。デザートいただいてるのどこが下ネタなんですか。どこが下ネタなんですか。そうですよ、デザートですよ。何？俺らは甘いもん別に今日いいです。そうです。お二人でデザートいただいてくださいね。どこが下ネタなんですか。今なんか含んでんじゃん。何語ですか。どういう感じで組んでます。やめて、裁判だよ。ボール踏んだ裁判、裁判も訴訟起こすよ。やめてよ。はい、というわけで、そうだよ、まあまあ、デザートだもんね。まあ、最悪2時間で終わりだからね、あとね。だって誰かしらね。お父さん、お父さんこの人が返してくれると思いますよ、負けたままで。首縄ついてますよ。そうだよね、まあいいよね、今日人の金だしね。だんだん相談する気もなくなってくるんですよね。なくなってくるね。もういいやって、もういいやって。なんで最後、ね、なんで片道2時間かけてさ20万落として帰んなきゃいけないの。ちゃんとやってね、後半戦。はい、お願いします。すいませんでした。番組初の20万負けが見えてきた琵琶湖軍団、残り時間は半分、逆転となるか、それとも次回もお楽しみに。そうだか